はい、お帰りなさい。案内人の池田芳香です。神様がね、味方してくれる、そういう生き方っていうのがあります。ぜひね、聞いてほしいんですが、もしね、今から私がお話しするようなことがあなたの身に起きているんだとしたら、それはね、神様があなたに味方しているよっていう素敵な、お知らせなんですね。サインなんです。素敵なお知らせが来ているからね、ちゃんと受け止めた方がいいんです。そしてそういうようなサインがあったら、ああ、私は間違ってなかったんだ、間違ってないんだ、ね、そう思ってください、自信を持ってくださいね。そこであなたにお聞きします、例えばですね、こういうことが起きたりしませんでしたか？なぜか不思議と同じことが何度も繰り返し起きたりするんです。例えばです、同じ数字ね、同じ数字ばっかりなぜか出てくる、時計とかね、テレビの時刻とか、その数字に目がいっちゃって、あ、また同じだとかね、ちょっと目が驚いちゃってさ、ピタッとその目がその数字に張り付いちゃったりして、こうね、意味を感じるようなね、意味がある数字みたいで、吸い寄せられるようにそこをね、しばらくじっと見たりしてね、そういう気になったことってありませんでしたか？しばらくしたら忘れるんだけれども、またね、不思議な数字の並びを見るとかしてね、これなんだろうみたいにね、どうしてこういうのが何回も見えるんだろう。数字ばかりじゃありません。不思議な空の色を何度もね、雲の色を、そういう不思議な雲の色を何度も見たり、偶然にしてはおかしいって思うようなことが何度も繰り返される。人とね、何度も同じ人と何度も道ですれ違ったりしてね、変なとこで偶然何度も出くわしたり、これって何？何か私に気づけって言ってるの？神様が私に何か言ってるの？でもやっぱりただの偶然かなーなんて思ったりしてね、で忘れてしまう。でも何度もこう繰り返して起きるんじゃ、これってやっぱりね、私に何か伝えてきてるのかもしれない。でも意味がわからない。運命のドアみたいなものがあるとしたら、だいたいね、こういう時なんです。今まで開かなかった、ね、そういう運命のドアが開く時っていうのは、トントン。運命のドアをね、トントンって誰かが叩いてくれてる。サインなんですね。そしてそのサインに気づくのが大事なんです。神様に味方されるって気づいたら、こう自然にね、気持ちがふわーっと嬉しくなって、こう気持ち的にね、感謝するじゃないですか。それがね、向こうに伝わるんですよ、ね、神様に味方していただいていることに気づきました、感謝します、ありがとうございますって
実際ね、この気持ちで生きている人っていいことがいっぱいいっぱい起きてるんですね。だってこういうやり取りが大事ですから、とっても大事ですから、サインもなんです。そういう目に見えないものにちゃんと心が向いている人、しっかりやり取りしている人ね、神様はちゃんとしっかり味方になってくれるんです。初めての方にね、説明しますと、案内人池田方向は、私のことですね、こういう案内をしております。特にね、私たちの年代ぐらいになりますと、人として神様に見放されるっていうのが怖いんです。だからちゃんと向き合える人になりたい。例えばね、池田方向は神様に親しくなる称名っていう儀式をね、今させていただいております。皆さんにこの自分に近しい尊いと感じる神様、そのお名前を書いていただいてですね、私たち一緒に感謝の心を向けます。そして皆さんと心の中でお名前をね、唱えるんです。お名前をたたえ、立てまつるから称名っていう儀礼なんですけれども、まさにね、神様とこういうやりとりがあるとちゃんといいことになって、あなたのところに帰ってくる、帰ってくるんです、あなたのところにね。ですのでね、初めての方も自分が近しく思われる、こう近しいと思う、尊いと思う、そういう神様のお名前をですね、思い浮かべて書いてみてください。思い浮かべているその時、あなたの心は神聖な心になってますから、神聖な魂になってますから、そういうあなたの神聖な魂が神聖なものを呼び寄せてくれるんです。見えない力に守られている人っていうのはそういう人。今日もね、後ほど私の方から見えない力をお送りします。あなたに近しい神様のお名前を呼んで感謝を捧げる称名させていただきます。こういうね、この儀礼の祭祀ね、初めての方も後でご案内をしますので、こちらの画面に向かって手をこうかざしてみてください。絶対にいいことがあります。絶対にいいことがあります。後ほど見えない力を受け取ってください。それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、案内人池田方向です。不思議に思うようなことがですね、繰り返し何度も起きる。それはね、目に見えない存在からの、君のこと守ってるよって、あなたの味方だよっていうサインなんだっていう話をします。栃木県のね、この30代の女性の方からこんなメールをいただきました。家のぬいぐるみがですね、ちょっとおかしいっていう話なんです。ちょっとね、これ読ませてもらいますけれども、なぜだか私のぬいぐるみが私を見るように向いている時があります。知らぬ間にそうなってました。毎回向きを直しているんですが、これは悪い霊が取り付いているんですかっていうね、これはね、
まあ、質問っていうか相談ですかね、うん、まあ、確かにね、ぬいぐるみが勝手に動き出したら初めはびっくりするかもですよね、うん、まあ、すぐ慣れますけどもね、うん、まあ、それは私のことですけども、まあ、慣れますけども、うん、まあいいんですけどもね。ちなみに霊感の強い友達に霊視してもらったら何もついてないって言われたそうですけれども、さーて、ね、さーてどうでしょう、ね、ぬいぐるみが、ね、こっちに向いてるんだって、元に戻しても、ね、何だったと思います？やっぱり今日の話もそうなんですけれども、繰り返し起きる不思議なことには意味があるんですね。私もね、ぬいぐるみには霊はついていないのが見えました。でもこの方ね、あ、栃木県の方ですけれども、子供の神様に好かれてますね、うん、子供っていうかね、まだ若い神様です。多分ね、いや、そうだと思うんだけども、最近ね、何かの願い事をされてたんじゃないかな、うん、まあそういうふうに思いますけども、若くして亡くなったご先祖様の一人が神霊になってこの方に夢を託しているっていうのがね、感じ取れます、うん、感じられます。多分ね、ご本人はこれ聞いたら身に覚えがあって、うん、でしょ、ほらね、まあ今背中がね、ちょっと背筋がゾクッと鳥肌立ってるでしょうけれども、うん、物が消えたりね、場所がね、その物の場所が勝手に移動しちゃったり、まあ今日のお話のこのぬいぐるみが勝手にこっち向いてたりね、繰り返し同じことが、不思議なことが何度も起きるのは、まあ、何か願っていることがあるときによく起きる、よくあるサインなんです。特にね、神様や神霊、守護霊、守護のご先祖様とちゃんとつながっている方にはよく起きるんです、うん、同じ夢をね、何度も見るっていうのもありますよ、うん、それとかね、うん、気配ね、人の気配ですね、霊の気配ね、まあ、その時の匂いですとか、家がピシッとなるラップ音がしたり、うん、テレビを見ていてもなぜか画面の文字、特定の文字や数字やその特定の人のセリフにね、目が吸い寄せられたり、耳が引きつけられたりね。で、何度も同じ感覚になるんですよ。ね。何度も同じ感覚になって、あ、これなんだろうって、不思議に思う。ね。その、不思議に思うっていうのを大事にしてください。ね、大事に。旧約聖書にもあるんです。幻は神の言葉として伝えられる。あなたが幻だと思っていたものは神の言葉なんだっていう話ですね、うん、そう書いてある。幻なき民は、ね、その命滅ぶとも言う、ね、こういうものを受け止める気持ちがない人は人間ではなくなるんです、ね、人間じゃなくなった人が今いっぱいいっぱいいるじゃないですか、うん、危ない、ね、危ないんだよ本当、うん、お話ししたようなね、サインを受け止めて気持ちがふわっと嬉しくなって、ありがとうございますって感謝して、それが向こうに伝わってね、守ってもらっていることに気づきましたって感謝しますって、
そんな気持ちで生きている人っていいことがね、いっぱいいっぱい起きるんです。ね、たとえくじけるようなことがあっても、ハッピーになって何倍にも万倍にも何万倍にもなってね、こう良いことがいっぱいいっぱい起きるんです。帰ってくるんです。ああ、これからね、皆さんからいただいた心霊神仏、ね、神仏心霊尊い神様のお名前を唱える称名させていただきます。感謝の気持ちを持って心に思い浮かべると本当に伝わります。本当に伝わります、ね、そしてこの私池田方向からは見えない力をお送りしますので受け取ってください。あなたにいいことが起きる。あなたにいいことが起きる。いいことが起きる。いいことが起きる。あなたにどん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 いいことが起きる。どうかね、聞きながらあなたをお守りしている神様のことを思い浮かべてみてください。あなたの聞き手はこの世とつながるこの世の手、聞き手と反対側の手はこれから唱える心霊神仏たちのいる世界とつながります。聞き手と反対側の手のひらをこちらの画面に向かってかざしてください。初心神仏あらゆる心霊と近しくご利益を受け取り、守護霊さん守護のご先祖様とさらに親しみ、その大事なご加護をしっかりお受け取りできますように、尊い神々の称名を奉ります。雨の皆かぬしの神、高み結びの神、神結びの神、アマテラス大御神、スサノの御子と他の御霊の神、イザナギの御子とイザナミの御子と大国主の御子と平井諏訪神社の竹皆方の神、瀬尾律姫、新早日の御子と八坂乙女の神、大和田摘みの御子と大山摘みの御子と豊玉姫の御子と玉依姫の御子と二神の御子と岩永姫、花咲夜姫、一木島姫、田織姫、田木津姫、
ルタヒコの狼、ウスナの狼、ウリヒメの御事、ドシロヌシの神、ひとことぬしの御事、国の男たちの御事、国札地の御事、飛行法で御の御事、なぎさたけがやふきあえずのみこと、神武天の神山といわれびこのみこと、かむすなかわみみのみこと、かたかむなのかみ、釈迦大日如来、阿弥陀如来、薬師如来、日光菩薩、月光菩薩、観音菩薩、十一面観音菩薩、千手観音菩薩、弥勒菩薩、普賢菩薩、準大観音菩薩、検索観音菩薩、不動明王、愛染明王、渦様明王、伝行大師最長、弘法大師空海親鸞上人、慈蓮上人、豊川稲荷、荒谷山神社、大山積みの御事、和様浅間神社の神、旧本殿の稲荷の神、清流の神、貴船神社の神、九頭竜、白竜、金竜、銀竜、黒竜、清流、四流、八大流王、黄流、岩流、大黒天、恵比寿、弁財天、毘沙門天、上神、御帝、福禄寿、福竹神の神、福の神、松千山、正殿の神、豊川稲荷の神、仏天の、ガネーシャの神、ガルーダの神、天前神、吉祥天、前西道寺、天使雷神、風神、オーラの神、閻魔大王、妙用禅城に、イエス・キリスト、大天使ミカエル、大天使ラファエル、ハイヤーセルフ、アルクトゥールスの神、宇宙の神、根源の神、日吉大社の神々、大海神社の神々、飯道神社の神々、三宝五神の神、大神和神社の神々、下鴨神社の神々、鴨鴨神社の神々、石切り剣屋神社の大神、七本木神社の神々、ブルーのグリーニングの神、玉詰め結びの神、行く結びの神、大宮の目の神、未決の神、八重こと白主の神、寺内神社の神、大徳大神宮の神、花園神社の神、北海道神宮の神、八田神社の内神の神、祖神の神、宇田川神社の神、御嶽神社の神、宇治神、産砂の神、小学生の頃キャラメルをいただいた仙人のような神、
ガンジ、アフロディーテ、ウジ、タツナガ、守護霊、出雲の神、スクナビコーナの御事、普通主の神、王子神社の神、王子稲荷神社の神、美濃部さんの騎士王神、三街道天満宮の神、熊野神社の神、聖人の神、母方の墓で遭遇した小さな着物を着て草を下げていたご先祖様、野虫ヶ池神社の神、精霊、生きとし生けるものの自然の神、守護神、八百万の神々、守護霊、守護のご先祖様に感謝。この世、あの世にあまねく神霊神仏たちのご加護と奇跡に感謝。ありがとうございます。これからもどうぞ皆をお守りください。どうぞ世界をお守りください。この世に平和をお授けください。子供たちに明るい未来をお与えください。はい、お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。このね、唱える称名の中には知らないお名前の神様、仏様のお名前もあると思います。これもまたね、新しい神様との出会いになると思います、ね、また新しい運命のドア、その出会いで幸せになる、ね、幸せ、あなたが幸せになる、みんなが幸せになる、新しいドアが開かれる人がね、いらっしゃるかもしれませんね、うん、それではいつものように皆さんの願いが叶いますようにと願ってください。あなたのその高い魂のお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたが後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、私たちが守っています。見えない力が守っています。大丈夫ですよね、大丈夫です。最後までご参加くださいましてありがとうございます、ね、今日も明日もこれからもあなたにきっときっといいことがあります。あります、あります、いいことがあります。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人池田芳香でした。